へんへん、今日も元気元気、よかったよかった私たちもお昼寝を堪能中でございます。ですが、そろそろお散歩の時間です。見た、かいちゃん散歩行く？今日はですね、最近みんな一緒にお散歩行けてたんですけど、本日はパパさんのタイミングが合わないということなので、私一人で行きます。なので今日は久々にバラバラに行こっか。寝てる寝てる。いやごめんね、みゆちゃん、ちょっと待ってね。最近パパさんのタイミングがすごくよく合いまして、こだちゃんとみゆちゃん一緒に行けてたんですけど、前ね、バラバラだったから大丈夫だね。コメントでなんで2人同時に行かないんですかっていただいたりするんですけど、こだちゃんが散歩の時クンクン活動派なんですよ。いわゆるクン活派なんですよ。で、みゆちゃんはそのくんかつというよりかはもう大量に歩きたいという感じで、ちょっとですねペースが全然違うゆえ、その私の技術も相まって、まあまだ2人で行くのはなんかお互いストレスになっちゃうかなと思って、バラバラに、私しか行けない時はバラバラに行ってますね。みゆちゃんすごい歩きたいんだよねねえ、どういう表情一緒に行けないのって。みーちゃん後で行くからね。じゃあこだち行こっか、お散歩の準備しよっかね。いっぱい歩こう、くんくんしよう。お散歩用のズボンに履き替えてる間にこだちが小屋に戻ってました。まあでもね、言ってもね、外行ったら歩くからね。じゃあ今度こそ行きましょう。はーい、じゃあこたち歩こっかね。久々のお一人散歩ですが、行きましょう。行くよ。私のとこまでは来るのね。行こうよ、歩きましょう。はい、おいでおいで、行こう。こだち、今日みおちゃんいないから嫌なの？こだちおいで、ここはどうですか？お、歩き出した？お、いいぞいいぞ、行こう行こう。帰るの、帰ろうとしてるね。帰るの早くない？一緒がいいんだね。はい、ただいまただいまただいま、おきにただいまただいま、めちゃ留守番ありがとう。かいちがみゆちゃんいなくて寂しそうだったよ。次みゆちゃん行こうね。おー、いいねいいね、今日も元気だね。リコちゃんだ、楽しそう。